トランプ有利っていう構図は私はなかなか、もちろんバイデンが不利になればそれは結果としてトランプが有利にはなるんですけど、でもそれはトランプが有利っていうふうに描写するような、多分バイデンがダメ、自ら上がるんではなくて相手が落ちるっていう状況なのかなっていう感じがしますね。吉崎さん、11月までになるとやっぱ注目点いくつかありますけど、一つはワクチンでしょうね。あのアメリカのやっぱ薬品会社ってすごいなと思うのは、まだ治験を今やってる最中なんですけれども、もうこれ見切り発車で生産してんですよね。つまりうまくいったらこれ数億人単位で必要になる薬なんで、もう今から増産してると。だからこういうのってやっぱ日本の薬品会社じゃ無理だって言いますね。研究開発と生産投資を同時にやるなんてことはもう考えられないと。まあ、でもここがやっぱり彼ら の発想なんで、思ったより早くそこで変化が出てくると、まさしく状況も一変するかもしれないですね。あとやっぱり面白いのは G7 を本当にやれるのかですね、はい、G7 サミット今年はワシントンで9月の上旬にやると言ってます。で本当だったら9月の6日に香港 の選挙があったあるはずだったんですね。これ1年延期になりましたけど、まあ、そこの直前にサミットを持ってきて、中国に対する対決 の状況を作るっていうのを一つ、考えていたみたいなんですけれども、そういう外交上の一つの仕掛けがうまくいくかどうかですね。で3つ目はやっぱりテレビ討論会で、特に息子さんの話が出た時に、どうなるかっていうのが、これがやっぱりちょっと下品な話ですけれども興味深いところです。バイデン次男のハンターのことですね。バイデンさんの人生っていうのは結構ファミリーヒストリーが波乱万丈の方で、息子さん2人いて、どちらもその交通事故で瀕死の重傷を負って、奥さんも長女も亡くなって、それを男で1人で育てるために、デラウェアからワシントン DC まで鉄道通勤で片道1時間半かけて通った、その2人の息子さんのうち長男は、デラウェア州の司法長官まで行ったんだけど、脳腫瘍で46歳で亡くなってるんですね。で息子さんの次男が、弁護士資格を取って、親父さんのつてでロビーストになるんですけども、これが例 のウクライナ疑惑の主なんですね。でただお父さんやっぱ息子のこと好きなんですよね。でその息子の悪口を言われるともう冷静でいられない、これは当然トランプはついてくる、こういったことも含めて本当に家族愛が強いけど波乱万丈の人っていうのは、これはバイデンの何ていうんですか、一つのキャラクターなんで、これも一つ、選挙戦には大きなファクターかなと思いますね。一般的に言うと今の 10% の差っていうのは結構大きくて、前のヒラリー・トランプの時もやっぱり11月に向かってこう縮まっていく感じがあったんですけれども、一般的に見るとやっぱそっちに行くという感じなんですかね。そうでもない、トランプが縮まっていくってこと、ね、はい、これはねやっぱ州単位で見ないと意味がなくて、そうですね。でこのところは今回の場合でいうと、もう激戦州カウントしなくてもブルーステーツ全部足したら270の過半数は超えるっていうくらいのデータも出てるんですね。でもう一つ、もう長年大統領選挙見ててびっくりするのは、今年はもうテキサス州みたいな、従来であればもう完璧なレッドステーツであったところがもう薄いピンクになっちゃってて、テキサス州を守るために共和党がお金を投じなきゃいけないっていうとんでもない状況になったんですね。でところがブルーステーツの側でいうと、ニューヨークとかカリフォルニアみたいなでっかい州はもうとことんブルーなんで、ここは守る必要は全然ない。ところが共和党はテキサスを守りの選挙やんなきゃいけないっていう、この状況はちょっと珍しいですね。だから実際の数字以上に差は大きいかもしれません。週単位で、で特にあれなんですよね、やっぱ2016年の反省も踏まえて、やっぱサンプルの取り方はだいぶ変えて、
で特にその例えばミシガンとかウィスコンシンとかペンシルバニアとか、本来だったら民主党が取ってもよかったんですけども、トランプが取っちゃった州ですよね。ああいうその州でのそのサンプルの取り方で白人のこの大学に行ってない層のパーセントを増やしているやりもしてるんで、かなり修正されてるはずだと思うんですよ。ですから2016年の時の 10% の開きと今の 10% の開きっていうのはやっぱだいぶ意味が違うと思うんですよね。それからもう一つ重要なのが、トランプが誰と戦ってるかっていうことですけど、よく今アメリカは二極分化してるって言われますよね。でその二極分化をその引き起こす争点が中絶だったり銃だったり同性婚だったり、なんか中間地点がない争点が多くて真っ二つに割っちゃうわけですけども、でそれで二極分、そういう二極分化の特質っていうのは、A を支持するか、A の政策に反対するから A を支持するっていうのではなくて、B が嫌だから A を支持するっていう、そういうこの否定的二極分化っていう、ネガティブポラライゼーションっていうんですけども、でこのネガティブポラライゼーションの中で戦うときにヒラリーっていうのは極めて戦いやすい相手なんですよ。めちゃくちゃ嫌われてるんで、彼女ほど多分嫌われてる政治家っていないんじゃないかっていうぐらい嫌われていて、で2016年、まあこれは別にこの何も科学的ではないですけど、周りの人に聞いたときに、いや絶対にヒラリーが勝つと思ってたと、でも自分はヒラリーには入れたくなかったと、だからトランプに一票投じたんだっていう、そういうようなこの何ですかね、この作用があったわけですよ。でも2020年この出てきたバイデンっていうのは、これは確かに目立たないんですけども、おそらくバイデンのこと耐えられないって人は多分あんまりいないと思うんですよね。あまり、特色がないって言えば特色がない、何ですか、失言をする特色って言えば特色がないんですけど、それ以外にあんまり特色がないん で今までも、中道派っていうよりから、民主党の中の真ん中を歩いてきた人なんで、左翼っていうふうにこのカテゴライズするのも難しいですし、確かにこれ今勢いづいてる左派に引っ張られてはいますけども、でも彼自身を左翼っていうふうになかなかすっきりは定義できないですから、そういう意味で言うとバイデンをトランプが潰すっていうのは意外に難しいかもしれないんですよね。ディベートで空白の45秒とかあればまた別ですけどですから実はトランプと戦うときにはなんかスターとかめちゃくちゃ嫌われる人とか目立つ人よりもなんかバイデンみたいなローキーの人の方が実は敵としてトランプ陣営からしてみると戦いにくいんじゃないかなっていうような感じもしなくはないですよね。ちょっとやや外れた質問かもしれないですけど、前回トランプが勝った後にですね、ロシアが何かをやったんじゃないかとかやらなかったんじゃないかとか、その後結構言われましたよね。で、あの時にやっぱりロシアはヒラリーが嫌だからと、本来であればトランプの方が嫌でもおかしくないんですけれども、ヒラリーが嫌だからというもっともらしい解説をつけてそういう話が出ましたけれども、今度はそういうその外国があの二人に対してこっちが好きとかこっちが嫌いとかいう極端なことはあんまないという感じですか。それは多分ロシアから見ると、ロシアや中国から見ると自分たちが影響力を行使した結果、選挙の結果が歪んだかもしれないと思わせることが彼らにとってメリットですから、民主主義が民主主義を信じられなくなるっていうのは、それは彼らから見れば大変飯がうまいって話なんで、俺たちがやったとは絶対言わないでしょうけれども、やらなかったとも言うはずがなくて、そんな風に思わせるだけで楽しいってことでしょうね。日本ってそのトランプ評価っていうことで言えば、少なくとも西側先進国の中では極めて例外的で、いろいろあるけどいいんじゃないっていうような雰囲気あると思うんですよね。でもこういうその何て言うんですかね、この状況の国って、例えばイスラエルとかあと台湾とかそれぐらいしかないわけですよ。ですからどうにかこのうまくやってるっていう、どうにかなってるっていう意識はあると思うんですけど、やっぱり他のこのヨーロッパの国々、それからアジアでも若干そういう国あるかもしれないですけど、やっぱりトランプっていうのはいろんな意味で自爆してるっていう、その国際的な舞台で、で当然そのロシアとか中国もトランプこのプレッシャーかけてきてやりにくくはあるんだけども、特に中国なんかはやっぱりこの長期戦をロングゲームを戦ってるんで、トランプが自爆してくれるなら、今きつくてもいいっていうような考えで、私はむしろトランプバイデンみたいにこの同盟国を動員して
まあその何ですかね、あの変なこの圧力ではないですけども、ある意味予想可能な圧力ですけども、しっかりと圧力をかけてくるよりかは、なんかトランプ大統領が一人で騒いで、この自滅してくれてる方が、うん、あのよっぽどありがたいっていうふうに思ってるとは思いますね、うん、私は。なるほど、はい、分かりました。それではですね、まあ、今までこう選挙戦自体にスポットを当ててきたわけですけれども、あの、まあ、トランプ大統領はあのさすがに過去4年間ずっとやってきたので、まあ、どういう政策をやったかっていうのは我々は目にしてるわけですけれども、あの、まあ、逆にこう主としてバイデンの目から見たとき、あるいはバイデンの政策から見たときに、今のトランプ政権の政策はこうだけれども、ここはこういうふうに変わってくんじゃないかとかいうのがあればですね、これちょっとあの私が思いつきで書いたんで、あんまり一個忘れてたというのを吉崎さんが書いたものを読んでて思ったんですけど、あのここは経済と安全保障外交と社会保障マイノリティと書いたんですけど、あの環境が結構でかいですね、確かね。なので、まあ、今のトランプ政権から見ると民主党の政策はここが違う、あるいはバイデンの政策はここが違うんだよっていうようなお話をちょっとまた順番に伺わせていただければと思います。じゃあ、まあ、経済のところは与崎さんの方があれですけど、まあね、バイデンリスクなんていうことも言われててで、まあ、今またちょっと後で話出ると思うんですけど、副大統領候補ね、誰になるかということで、はいはいはい、まあ、ウォーレンの名前なんかも上がってますけども、ウォーレンが仮にこの副大統領に指名されなかったときに、まあ、閣僚ポストが欲しい可能性もあり、そうするとなんかウォーレン財務長官みたいなことになると、やっぱりウォールストリートも戦々恐々っていう感じになってくるんだと思うんですよね。ですから、まあ、ただ一方で今コロナ禍でやっぱりこの政府がどんどん積極的な役割を果たすっていう、ちょっと今までにはない空気も出てきていて、でそこはこの民主党との親和性もあるんで、まあ、経済の方も若干読みにくいところはあるんだろうと思うんですよね。で安全保障外交に関して言えば、まあその従来の路線に戻ろうとするっていうんでしょうか、うん、まあその、トランプ政権の特徴っていうのは、このいわばこの冷戦、そしてポスト冷戦期のアメリカの対外政策を支えてきた外交安全保障エスタブリッシュメントに対する徹底した不信感っていうのが特徴だったんで、おそらくそのバイデン政権が誕生すれば、あの若干真ん中よりは左寄りでも超党派的な外交安全保障エスタブリッシュメントが、あのトランプ的なそのダメージを修復するっていうことで、あの基本的にはあの舵を取るんだろうと思うんですよね。で中国に関してはこれはまあ確かにトランプタフですけども、でもトランプ政権の中で見ていて、あの一番中国に対してタフかどうか分かんないというのはトランプ大統領で、でそれ考えますと、やっぱり議会とか、もしくはその役所とか、あの国防省とか国務省とか全体としてやっぱりアメリカ自身が中国に対してタフになってるんで、多分それは継承されるんだろうと思うんですよね。で仮に2016年にあのクリントン政権が誕生していれば、トランプ政権とは違った形ですけど、やっぱり同様に中国に対してタフになったと思うんで、やっぱりアメリカ人の意識の中で中国の存在っていうのはだいぶ変わってるってことはおそらく言えるんだろうと思います。でその社会保障マイノリティ政策については、まあ、その社会保障、まあ、その特にその医療あの保険ということに関して言うと、まあ、オバマケア、あのバイデン自身がオバマ大統領と一緒に取り組んだ最大のオバマ時代の、まあ、功績ですから、やっぱりそれにこのプラスアルファで足りない部分を付け加えていくということ、それからマイノリティ政策については、これは多分環境なんかも含んできますし、まあ、社会保障なんかで格差の問題も絡んでくると思うんですけど、私は実はこの選挙を振り返ったときに、実は2月まではやっぱりサンダースとか左派がすごい強かったことがやっぱり重要で、で、まあ、あのサンダース自身その自分のことを民主的社会主義者っていうふうに言ってたんで、なんだアメリカ人社会主義者選ぶのかっていうんで我々びっくりしてましたけども、でも多分ポイントは社会主義かどうかっていうことではなくて、若い人たちがやっぱり新しいこのソーシャルジャスティスの感覚っていうのをこの抱き始めて、でその感覚を今まであんまり聞いたことがない社会主義っていう言葉に投射してただけなんだと思うんですよ。でそのソーシャルジャスティスっていうのは、その気候変動の問題とかジェンダーの問題とか、それからこの人種の問題とか格差の問題、教育の問題、こういうその問題を軸に今の民主党が再構成されてると思うんで、それらの争点については
あの今までの民主党の大統領よりかはかなり左になるというふうに考えてもいいんじゃないですかね。なるほど。吉崎さん、あの民主党の中であの、まあ、バイデンさんはやっぱ人気がない人だったんで何やったかっていうと、バイデン・サンダース・ユニティ・タスクフォースっていうのを作ったんですね。でそれはあのサンダースとバイデンがお互いに委員を指名してその委員同士で政策 の、まあ、あの枠組みを作らせたんです。でその内容っていうのが7月の頭に発表されたんですけど6項目ってのがあって、この6項目の順序に私はやっぱぶっ飛んだんですけど、1番は気候変動なんですね。2番目が刑事司法改革、これは要はブラックライブズマターだと思ってください。3番目にやっと経済、4番教育、5番が医療で、6番が移民問題で、普通だったらこの今の状態で、まあ、経済と医療でしょと思うんだけど、まあ、これをあのあえて下に落としてるわけですね。で代わりにその、まあ、気候変動問題が1位になってくる理由って何だろうっていうと、まあ、いろいろあると思うんですが、左派の意見を通そうと思ったら、まあ、それがいいかってことなんだと思います。あとあの変な話なんですけど11月4日って日が面白くてですね、投票日の翌日の4日になるとアメリカが正式にパリ協定離脱する日なんですね。でそれみんな忘れてると思うんですけど、あの選挙の翌日にもしバイデンさんが大差で勝ってて、その翌日実はパリ協定今日であの離脱ですと、いうことになったその時に、まあ、バイデンがいやアメリカはこれから私の政権で戻るって言ったら、結構は多分ミレニアル世代が拍手喝采すると思うんですね。私たちが投票したからアメリカはパリ協定に戻れるっていう、私結構この話があるからあの日本の経産省は石炭火力の見直しって話を先月から始めてると思ってるんですけど、結構